富裕税とは、資本課税の一つで、総資産から総負債を差し引いた、純資産に対して課税する税金のことである。富裕層の純資産に対して、毎年課税を行うことにより、富の偏在を是正することを目指している。一方で資本の国外投費や、頭脳流出が生じ、最終的に、租税収入が減少すること等の反対論がある。 この税を実施している国は、スイス、オランダ、ノルウェー、インド等で、ヨーロッパが中心である。一方、この種の課税を廃止した国もあり、オーストリア、デンマーク、ドイツが1997年、スウェーデンが2007年、スペインが2008年、フランスが2015年に75、75%富裕税、そして2018年に、 エマニュエル・マクロン大統領により130万ユーロ以上の資産に0.55から1.8%化される浮遊連帯税が廃止されて不動産への課税に移行した。なお、ドイツが廃止したのはドイツ連邦憲法裁判所がその判決で現状は不動産とそれ以外の資産で評価が公平でないため意見状況にあり、また税率にも 一定の限度があると判断した結果である。戦後、所得税の最高税率が75%と高い水準にあった日本では、インフレーション利得者等へ、累進課税するためとして、1947年に最高税率がさらに85%に増税されていた。1949年のシャウープ韓国は、このように高い税率は、 勤労意欲にマイナスがある、等として、所得税の最高税率を下げ、それを補うための保管税として、浮遊税を導入するように勧告した。この結果、1950年に、所得税の最高税率が55%に抑えられ、同時に0.5から3%の累進税率で、浮遊税が導入された。しかし、富裕税は、税収総額が多くなく、 資産の包括的把握の税務執行上の問題が浮上したため、1953年に廃止され、代わりに所得税の最高税率が65%にされた。シャウプ韓国の報告書にあった税目は、原文ではネットワースタックスであった。内容からいけば、財産税であるが、1946年に導入された財産税が、 封鎖預金の騒ぎを起こしたため、対応した池田隼と大倉大臣がこれを避けて、辞書で代わりになる言葉を調べ、最初、浮遊税としたが、柿の名前のようなので、言う、に当たる字を調べると、広氏を見つけ、浮遊税と命名した。フランス政府、実施2年で75、75%浮遊税を廃止へ、党は日報、2015年1月3日。 2020年8月23日閲覧。財産税法自体は廃止されていないので、正確には徴税停止状況にある。一部に、復活を求める議論もある。ブバエ・フジボショルース・フォーム22.6、1995、所得税法の一部を改正する法律昭和22年、法律第142号金ネコ2019。 p 六十一、所得税法の一部を改正する法律昭和十五年法律第七十一号富裕税法昭和二十五年法律第百七十四号富裕税法を廃止する法律昭和十八年法律第百六十四号金子二千十九、p 六十五、所得税法の一部を改正する法律昭和十八年法律第百七十三号梅田千九百八十二。 P244 ありがとうございます。